金プリ分裂の裏側ジュリー社長の退任濃厚で、ティアラ、金プリファンが再び激怒。バラバラになる必要があったのか尊敬する読者の皆様、ジャニーズ事務所をめぐる波乱の展開がファンたちを再び激怒させています。もともと、ジャニーズファンとしての情熱と興奮を抱えていることでしょう。 今回の記事では、ジャニーズ事務所の最新の出来事について掘り下げ、その背後にある複雑な事情と、ティアラ、キンプリファン、たちの感情に焦点を当ててみたいと思います。ジャニーズ事務所の歴史的転機ジャニーズ事務所は、ジャニー北川氏。 去年87の課題問題を受けて、再発防止特別チームが8月29日、調査結果に関する会見を行いました。この会見において、ジャニー氏が長年にわたり数多くのジャニーズ JR に課外を行っていた事実を認めた上で、藤島ジュリー稽子元社長57の辞任を促しました。 この決断に対するジャニーズ事務所の公式コメントはまだ発表されていませんが、退任が濃厚であるとの報道が広まっています。キンプリの脱退と背後にある真実。一方、胸中が複雑なのは、キンプリ、キングプリンス。 の三人、平野史二26、神宮寺勇太25、岸優太27の脱退を発表したことで、通称ティアラたち、つまり金プリのファンたちです。脱退理由として公式サイト、ジョニースネットでは、大切にしていることは同じでも、海外での活動をはじめとして、それぞれの目指したい方向が異なると説明されました。 キンプリにとって海外での活動はジャニー氏との大切な約束であり、ファンクラブサイトでも、脱退組の3人全員が海外で活躍できるグループになりたいという夢が口にされていました。しかし、騎士が今のままでは到底無理、と明かし、平野も全力で取り組んだとしてももう遅いなと感じてしまい、と述べ、神流寺に至っては海外進出のことだけではなく、 活動方針の考えが変わっていきました、と事務所との間に圧力が存在することを伝えました。ジュリー氏との対立が背後に、この対立の背後には、ジャニー氏の死後、ジュリー氏体制になってから、メンバーたちの意見が受け入れられなかったという事実が浮かび上がります。 自分たちの夢やビジョンに対して十分にサポートされなかったことが、脱退の決断につながったとされています。特に、平野が更新した有料会員向けブログでのコメントが注目されました。平野は、ジャニーさんごめんねー。目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうな、しょう と、綴り、ジュリー氏から海外進出への夢を認めてもらえなかったことに対する不満を明らかにしました。ティアラの怒りと願い。ティアラたちはメンバーのやりたいことに対してきちんと向き合ってほしいと願っており、キンプリが5人のままでいられた可能性を信じています。ジュリー氏にとっては、キンプリ分裂の黒幕と位置づけられ、ファンたちからの怒りが爆発しています。 実際、メンバーたちの発言からは、5人の関係が悪化しているわけではないことが明らかです。彼らは一緒に食事を楽しむなど、5人のエピソードを共有し、ファンを喜ばせています。未来への不安と期待。ジャニーズ事務所がジュリー氏の退任を発表した場合、ファンからは様々な感情が湧き上がることでしょう。 一部のファンは、もしジュリー氏がもっと早く辞めていたら金プリの道も違っていたのではないかと考えており、バラバラになる必要があったのかという疑問も投げかけられています。しかし、辞任が問題を解決する保証はなく、むしろ体制の立て直しが望まれるという意見もあります。平野、神宮寺、騎士の突然の脱退から、もうすぐ10ヶ月が経過しようとしています。 ティアラの心はまだ振り回され続けており、未来に対する不安と期待が入り混じった状態が続いています。結論。ジャニーズ事務所とキンプリの複雑な関係、そしてジュリー氏の他人に対するファンの感情は、今後も注目を浴びるでしょう。ファンたちは自分たちが愛するアーティストの未来を絶望し、ジャニーズ事務所に対して変化を求めています。 今回の出来事は、ジャニーズファンとしての熱い思いが再び紛失するきっかけとなりました。今後の展開に注目が集まることでしょう。読者への挨拶、ジャニーズファンの皆様、今回の記事をお読みいただきありがとうございました。キンプリとジャニーズ事務所の未来についての情報が入り次第、引き続きお伝えしてまいります。どうぞお楽しみに。